カニンブラ級揚陸輸送艦はオーストラリア海軍の揚陸艦。アメリカ海軍のニューポート級戦車揚陸艦を取得し、大規模改装を行った艦である。1994年に取得し、2011年までに退役した。同型艦は2隻。1990年に入る頃、オーストラリア海軍は輸送艦、ジャービスベイの後継として、 ヘリコプター運用が可能な練習艦兼用の艦船の取得を検討開始した。そのための艦船建造には5億オーストラリアドルを要すると見積もられた。1993年により低コストの手法を検討することとなった。ちょうどその頃、アメリカ海軍のニューポート級戦車揚陸艦は退役を開始し、友好国への譲渡が行われ始めていた。 1994年に、オーストラリア海軍は2隻のニューポート級及び、フェアファックスカウンティを6100万オーストラリアドルで購入し、その上で海藻によりヘリコプター運用能力を付与し、両用船能力を強化することとした。1994年、サギノーは、アメリカ海軍を退役後、直ちにオーストラリア海軍籍のカニンブラとなり、オーストラリア海軍クルーにより、 オーストラリアへと開港された。フェアファックスカウンティはアメリカ海軍クルーによりオーストラリアへ開港され退役後に真の裏となった。オーストラリア海軍クルーは詐欺の退役前にバージニア州ノーフォークにおいて訓練を受けていた。オーストラリア海軍が取得した2隻はシドニーの東部艦隊基地で係留されていたが1996年より入荷するにおいて 戦車用陸間を輸送用陸間へとする改装がされることとなった。改装は大規模であり、ニューポート級の特徴であった艦首のドアやデリック、戦車用ランプは取り払われた。観光部のヘリコプター乾板は拡幅、強化され、ヘリスポットが2箇所設けられた。また、3機のシーキング、または4機のブラックホークヘリコプターが収納できる、格納庫が追加されている。 搭載機としての運用はできないものの、後部艦板はチヌカヘリコプターの離着艦も可能である。全部艦板も拡幅され、LCM-8 上陸用、集低2隻を搭載し、70トンクレーン1機を用いては、水及び溶集を行う。LCM-8 を搭載していない場合は、全部艦板はヘリコプター艦板としても運用でき、3カ所目のヘリスポットとなる。 兵員450名を搭載でき、医療、給食設備も整えられた。改装の検討は1995年から1996年にかけて行われ、HMAS マノーラより改装が行われた。しかし、両艦とも、広範な腐食が発見されており、改装費は、両艦で4億オーストラリアドルまで増大し、その半分は修理費に取られることとなった。 両艦が運用に入るのは1990年代末となった。両艦は東部艦隊基地を母校とし、主に東南アジア地域が活動を行った。オーストラリア政府が緊急事態に最新派遣する初動部隊として用いられた。アフガニスタンとイラクへの介入に際しても支援を行い、2006年の東チモールソーラ乱にも派遣された。また、 2004年のスマトラ島沖地震の救援任務にも派遣されている。2010年9月に、両艦は東部艦隊基地に戻され、艦に関する問題のために作戦休止状態に置かれた。広範な腐食に加え、クレーンや警報システムに不良がで、推進機関や電気設備、通信機器には大幅な修理が必要とされた。艦の使用頻度が高いことに加え、 老朽化とメンテナンスの遅れが要因とされる。2010年11月1日に、両艦の状態は不良で、二度と出港できないとの報告がなされたが、その翌日に、海軍は2011年の早い時期に修理したいとの意向も示していた。ウィキメディアコモンズには、カニンブラ休養陸輸送艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。